はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病と予防生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、免疫抑制剤を使っている皆さんはですね、筋トレをしすぎたらいけません。なぜなら、この機能がね、体の機能がですね、正常に戻ってない体の筋トレはですね、筋肉を痛めすぎるからです。まあ今日の言いたいことはね、以上です。まあ、と言ってしまえば、まあ、短い動画なので、めちゃめちゃ短くなってしまうので、まあ、ちゃんと喋りますね、これからね。僕の経験として筋肉痛のね、回復がね、遅いんですよ。まあ遅いというか、痛めてしまった筋肉がね、ずーっと痛いんです。まあ、以前この腕立て伏せのね、毎日やってて背中が痛くなったから10日ほど休んでたんですけども、その久しぶりにやってみたらできたから、またやり続けてたら、また痛くなりそうな気配がしたので、結局その次の日からね、やってません。背中にね、違和感があったんですよ。広背筋っていうところあるんですけども、という画像出てると思うんですけどね。広背筋のちょうど赤くなってる部分なんですよ。左側のところがね。そこがまたね、痛くなりそうな気配がしたので、まあ、結局その次の日からね、本当にやってません。まあ、なのでね、完全に回復してたわけじゃなかったんですね。まあ何回も言いますけど、またあの痛みが来たら怖いんで、本当に結局ばっかりやってません。まあ、その代わりと言っちゃなんなんですけども、まあ、柔軟体操をね、やり始めました。というか、その腕立て伏せのとね、同時にね、ずっと続けてます。というか、まあ、腕立て伏せやってた頃からね、ずっと続けてるんです。まあ、柔軟体操といっても、そのストレッチ体操ですよね。そのストレッチ体操のメインところの前屈ですよ。こうぐーってこう前屈するやつね。立位体前屈から始まって、立ってこの、下に何センチみたいなのあるじゃないですか。あれから始まって、全然見えてへんですけどね。あれから始まって、長座体前屈。足伸ばして、ピューってこう伸ばすやつね。足も見えてないですけど、そこからの開脚。前屈といったね、お相撲さんで股割りですね。といった流れでやり続けたら、だんだん体がね、柔らかくなってきててですね。まあ、ほんで、やっぱり、ついつい欲が出てしまうんですよね。皆さんのお察しの通りなんですけども、痛いところがね、出てきました、やっぱり。左太ももの裏ですわ。ハムストリングスと言われているところですね。そこもね、急に痛くなってきてですね、まあ今もずっと痛いんですけど、でもね、このストレッチ体操というものはですね、軽くでもやり続けてないと、まあ、すぐにね、硬くなってしまうので、体がね、やっときたいんですけどね、まあ、といった感じでね、その免疫抑制剤を飲んでる患者さんっていうのは、できるようになったと思って、ついついやりすぎると、すぐに痛くなって、そして回復が遅いんですよ。まあね、普通のね、健康、皆さんのような普通の健康な人であればですね、まあ、筋肉痛になると、まあ、3日ほど休んだら、その痛みがこう和らいできて、まあ、回復傾向にあるんですけども、まあ、僕のようなね、免疫抑制剤飲んでる患者さんらというのはですね、まあ、そんな筋肉の回復のためにね、体のエネルギーをね、使えるほどね、余裕がないんです。実はね。そんな自分のやってしまったことにね、エネルギーを使ってしまってるから、きっとその GVHD もね、こうずっと長引いてるんやと思います。とね、反省しております。やりすぎは良くないですよね、やっぱりね。まあ、というかね、性格なんでしょうかね、こういったのはね、なかなかこの調子乗りが治らないです、本当に。この話はほんまかどうかわからないんですけども、例えば、風邪ひいただけでも、何も食べずにね、その食べ物をね、この消化するための内臓、それすらもう動かさないようにすれば、体のその治癒力というものがですね、風邪を治すことにこう集中するから、治りが早いと聞いたことがあります。まあ、これはね、まあ、この話はやっぱりこの入院中はベッドでじっとしとけっていうのとね、まあ、似てますよね。まあ、このいくら入院中でもね、少しずつ元気になっていくじゃないですか。その元気になってきたとはいえ、このストレッチ体操をね、こう僕は実はやり始めてたんですけども、まあ、そこまでの成長といいますかね、進歩はなかったですね。
まあ、少しはこう柔らかくなってきてましたけども、まあ、柔らかくなったらすぐにこう逆戻りです。すぐグッて硬くなってしまいましたね。あれなんかここまでこう曲がってたのにもう一気に曲がらなくなってたなみたいな感じに、すごいそういう変化はね、著しく出てましたね。まあ、でもそれに比べてその退院してからのね、まあ、今の状態からですよ、ストレッチ体操をね始めてからの方が早く体がね柔らかくなりました。まあそれだけ体の機能がね違ってくるってことですよね。こうやっぱさらにね免疫抑制剤を飲み続けてますので、こう余計に機能がね回復してません、やっぱり。なのでたとえ僕のようにですね、病院の先生から少しでも運動しましょうと言われても、ほんの少しから始めてください。もう痛くならないようにね、本当に。もうよかったらね、僕のようにねゆるーくチャリカツから始めてください。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。